RC212V とは、ロードレース世界選手権、モートジッピークラス参戦を目的として制作された、ホンダのレース専用オートバイである。RC212V を運転するケイシー・ストーナー。2011年には年間チャンピオンに輝いた。RC212V は2007年により、 モートジッピークラスのエンジン排気量の上限が 990cc から 800cc に変更されるのに、伴い RC211V の後継車種として登場した。エンジン形式は RC211V が V 型5気筒を採用していたのに対し、フィムレギュレーション変更による排気量削減と気筒数による最低重量の変更により V 型4気筒を採用している。 これは、ご祈祷による、高回転向出力化のアドバンテージよりも、重量面のハンディの方が影響が大きいとの判断による。一方で、シャーシに関しては、前年に、ニッキー・ヘイデンがライディングして、チャンピオンを獲得した、ニュー・ジェネレーションと呼ばれる、仕様の RC211V がベースとなっている。ニュー・ジェネレーションは、オリジナルと呼ばれる従来型の RC211。 ボルトに比べて大幅にコンパクト化されており、いわば RC212V の先行開発型とも言えるものであった。こうして、コーナーリングと立ち上がり加速重視のコンセプトのもとに生まれた RC212V であったが、当初のライダーの評価はパワー不足というものであった。事実、2007年シーズンが始まってみると圧倒的な最高速を誇るドゥカティのデスモセリジ、 GP7 の後陣を廃し、シーズン2勝を上げるのがやっとであった。しかしシーズン中にも大幅な改良が続けられ、終盤には4戦連続ポールポジションを獲得するまでに戦闘力を向上させた。以降もヤマハ及び、ルカティの後陣を廃する状況が続き、RC211V に比べる特選が続いたが、都度改良が加えられ続けたことにより、 勝利数は増えていくようになる。2010年モデルからはサスペンションを長年使用されていた昭和からオーリンズ製へ、ホイールも自社生産モデルからマルケ G2 製へと変更されている。これはタイヤのワンメイク化に伴い足回りをライバルと同じ仕様にすることでトラブルの際の原因をシンプル化することが目的であるという。ナオの変更で モートジッピークラスの全車がオーリンズ製サスペンション、マルケ G2 製ホイールとなっている。なお2010年からテック3が2011年からヤマハワークスがホイールを MFR 製に変更している。投入以降長らく問題化されていたエンジンのパワー不足に関しても2009年よりエンジン開発やマネジメントシステム開発にホンダ開始で 第一エンジンを開発に関わっていたエンジニアが参加したことで、ほぼ解消されているという2011年型では、新型のシームレスミッションが採用されており、ライバル陣営に対するアドバンテージとなっていると言われている中で、ホンダに移籍してきたケイシー・ストーナーの絶好調もあり、6年ぶりに、マニファクチャラー・ライダーチームのチャンピオン参観奪回を果たし、レギュレーションの変更に伴い最後のシーズンとなる。 RC212V にとって最高の締めくくりとなった。2012年シリーズからは再び排気量が 1000cc になるのに伴い、後継機の RC213V に引き継がれる。ありがとうございます。